川崎町は宮城県南西部の町、柴田郡に属する。宮城県南西部、蔵王連峰のふもとに位置する。蔵王連峰に属する山々が連なる山岳、丘陵地帯が町の面積の85%を占め、残る盆地部分には、五石川に集まる3本の支線により形成された貸し団球が発達している。 宮城県仙台市と山形県山形市の県庁所在地を結ぶ国道286号が通る運搬経由地である。笹谷トンネルができた後は山形自動車道による経由も含む。町中心部は宿場町として栄えた。面積は実際には定まっている値ではない。これは宮城県座王町、山形県上野山市との境が定まっていないからである。 1964年7月1日制定。川崎の川を30丸で表し、町の中心部を流れる北側、前川、太郎川の三大河川を表徴。園は、町民園満と団結の強さを示す。東町における知的障害を教育領域とする特別支援学校については、名取市に所在する宮城県立名取支援学校の学区となっている。 高校中学校、小学校特別支援学校町内に鉄道路線はない。鉄道を利用する場合、JR 東日本の東北本線大河原駅や東北新幹線仙台駅などが利用可能である。高速バスが一時時期運行されていたが、2016年10月に廃止されている。山形自動車道が通っているが、仙台市山形市などの高速バスは、 川崎町に停車せず通過する。路線バス、長く宮城交通、宮古バスによる路線バスが運行され、町外アクセスが可能になっていた。川崎発着は主に町外の病院や学校へのアクセスとして用いられるが、現在は本数が減ってきている。川崎仙台駅前は国道286号の旧道及び仙台市地下鉄南北線に沿った路線を通る。 以前は、野上上から、北、仙台間であったのがそれぞれ改定された。川崎町本先院仙台市間は2005年7月をもって運休となった。蔵王山町発着は観光、宿泊の利用が多い。竹屋交通は、川崎町に本社を置く。小型、中型バスを使用し、多くは、施設入り口や駐車場にバス停を設置してあるのが特徴。 朝夜間の1時間おきに運行されている。支払い方法は、現金のみで、プリペイドカード IC カードは対応していない。代わりに往復券、回数券が存在する。一時た路線も運行していた。コミュニティバス、川崎町役場による。町内を、ほぼ網羅している。川崎病院や学校へのアクセスとして利用されている、ことが多い。道、日宿日は運休。 国営道の曇りの湖畔公園長温泉川崎町、青根洋館注釈出店。ありがとうございます。